どうも、黒さんです。今日は価値観とやりたいことについてお話ししていきます。あの、私は充実した人生を送りたい。僕は幸せな人生を送りたいと思っている方は、価値観とやりたいことをワンセットで考えるようにしてください。じゃあまず価値観についてお話ししていくんですけど、価値観とは大切にしているものを価値観と言います。僕は仕事という価値観を大切にしている。うちは時間という価値観を大切にしている。 俺は習慣という価値観を大切にしているといった価値観というのは大切にしているものを言います。で価値観は大切にしているもので誰でもこの価値観というものを持っていますで。人というのはこの価値観に沿った行動をしていくんですよ。例えば家族という価値観を大切にしている人がいたとします。外食に行ってご飯を食べた時、あ、はあ、これ美味しい家族に伝えようとかなったり、あ、はあ、この映画すごく感動するな。帰って家族に伝えようってなったりするんですよ。他に仕事という価値観を大切にしている 人がいたとしますその人は何気なく見てた CM を見ながらその言葉のフレーズ仕事に使えるなぁとかなったりするんですよ。価値観とは大切にしているものなので自分自身の感情にアクセスする回数が桁違いに多いんですね。なので一回自分自身の価値観自分の大切にしているものは何かなって見つめ直してみることを僕はお勧めします。で、その大切にしているもの価値観が自分のやりたいことと合っているかっていうのがこの一度きりの自分の人生幸せになるか夢を達成 ででききるるかかか目標を達成ともうやりたいことっていうのは単純にあなたが楽しいと思えるかどうかですねやっぱり人生一度きりなのでやりたいことをやりまくった方が僕は人生楽しくなるなと思いますじゃあ価値観とやりたいことがワンセットになるのはどういうことかというとまずはいい例からご紹介します私は家族という価値観を大切にしているでやりたいことは親孝行という子がいたとします その子は家族を大切にしてて、やりたいことは親孝行なので、例えばお仕事で連休をもらえた時は家族と旅行に行ったり、家族と外食に行ったりするんですね。これが価値観とやりたいことがワンセットになっているいい例です。じゃあ次は悪い例をご紹介します。 私は家族という価値観を大切にしている。で、やりたいことは仕事を第一優先でやっていきたい。となると現実がちょっとおかしくなってきます。その人は仕事を第一優先にしているので、もう休みの日も仕事の時間にずっと合ってます。けど大切にしている価値観は家族なので、家族の時間を削ってまで仕事を第一優先にしている。すると本当に大切にしたいものとやりたいことのちぐはぐが起こってくるんですよ。それが大切にしている価値観が仕事で、やりたいことが仕事第一優先だったら、 価値観とやりたいことがワンセットに綺麗になってるんですけど、家族の時間を犠牲にしてまで仕事を第一優先にしてたら、本当の自分がだんだん分からなくなってくるんですよ。で、価値観っていうのはその時その状況によってコロッコロ変わるものでもあるし、生きてたら大切にしたいものしているものって変わっていくのが人だと思うんですね。けど、価値観とやりたいことはワンセットで考えていかないと、家族と仕事どっちが大事っていう状態にもなってくるので、まずは自分の価値観を明確にすることを僕はお勧めします。ついでにもう の例を出すんですけど、僕は習慣という価値観を大切にしている。で、やりたいことは規則正しい生活という人がいたとします。すると、大切にしている価値観は習慣で、やりたいことは規則正しい生活なので、早寝早起きをする、食事に気を使う、適度な運動をするといった規則正しい生活というやりたいことをしながら、習慣という価値観を大切にできるんですね。これは価値観とやりたいことがワンセットになっているいい例です。じゃあ次悪い例で言うと、僕は習 習慣という価値観を大切にしているで、やりたいことは夜遊びまわって気分で動く。これはあんまりうまくいかないですね。なぜなら習慣という価値観を大切にしつつ。 この夜遊びまくったり気分で動くと習慣がもうばらつくんですよ習慣っていうのは本当に規則正しい生活を無意識にしていくことなのでこういった人は習慣という価値観を大切にしながらやりたいことっていうのはできなくなってきますで価値観とやりたいことがあってないと悩みが生まれてくるんですよあ自分は人間関係っていう価値観大切にしているけどもうやりたいことは仲良くしたいんだよなってけど今今の職場すごい喧嘩ばっかりとか言い合いが起こるんだよなって ちなみに今の僕の大切にしている価値観は時間なんですね。で、やりたいことはこう YouTube とかで雑学とか知識、ノウハウ、考え方を発信したいんですよ。で、発信するには動画を撮る時間も必要やし、自分で動画編集とかサムネも作ってるので、とにかく僕は時間が必要なんですよ。けど僕は時間という価値観を大切にしていて、発信っていうやりたいことができてるので、この価値観とやりたいことがワンセットでできてるんですね。けど3ヶ月前の僕は習慣っていう価値観をすごく大切にしてて、 やりたいことをしっかりできる習慣を身につけたいってちょっとややこしいんですけどやりたいことをしっかりやるという習慣を身につけ るっていうことが僕のやりたいことだったんですよ。だから自分の価値観はコロコロ変わっても大丈夫です。ただ自分の価値観大切にしているものは常に意識しながら自分のやりたいことがそれと重なってるワンセットになってるかっていうのを考えてみてください。冒頭でもちょっとお話ししたんですけど価値観っていうのは大切にしているもので自分がうわーって感情的になってる場合は大体価値観が混ざってる場合が多いんですよ。それが分かれば今自分が感情的になったりしてたらあ今自分は価値観 に何かアクセスしてるんだろうなって客観的に見れればじゃあ今自分自身は何をやるべきかなとかやりたいことは何かなってふとこう客観的に見つめ直せたりもするので自分自身の価値観大切にしているものとやりたいことがワンセットになってるかっていうのを一度考えて自分自身のやりたいことをやってくださいあとこの機会にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょう